そう、サムネのね、美少女のイラストマジで可愛いなっていうのとまずね、まずサムネのカブラキがマジで可愛くないですかっていうのと、あとこのイラストと背景の文字と組み合わせてサムネを作るんですけど、最初ね、なんか今のサムネと全然違うやつになってて、ねえ、なんか一旦背景変えてこれでいいかって思ってたら、天ヶ瀬無憂先輩無憂先で行く、どうする、そう、無憂先輩からツイッターで文字ちっちゃってリプライが来て、なんかはぁ、なんだと、じゃあでっかくしてやんよって思って、さあ考えうる限り最大のさ文字の大きさにしてさ、ほらお前の言う通りにしてやってよ、どうですか先輩ぐらいのさ気持ちでさ送りつけてやろうと思ってたのにさ、なんか本当に文字大きくしたら本当にめちゃくちゃいい感じになっててさちくしょう、先輩の言う通りだったさあ、うん、なんか正しすぎて正しすぎてさ、なんだとの気持ちが全部消えてさ、普通にあ、ありがとうってなったよね。うん、うん、いい話、これはいい話ちゃんとアドバイスだったね、なんかそう、なんか最初はえ、文字ちっちゃっていう煽りかなって思ったけど、いや、ちゃんとアドバイスだったね、あれは。うん、失礼いたしました。はい、よかった。なんかマジでさ、そのさ画像単品でさ、こう叩きつける気持ちでさ、ほらこれでどうだって思ってさ送った時にさ、なんか余計な一言を付け加えずに送って本当によかったなって思ったよねなんかこれで満足ですかみたいなことをさ言わないでいて本当に良かったなってそう、理性の勝利ですね。うん、危うかったですね、あれは。うん、そう、ここで言ったら、あ、ここで言ったらバレちゃう大丈夫だよ、甘湯だった。もし言ってたら哀れすぎる。本当にそうなんだよね。あ、こいつってなっちゃうよな。はい。もうまあまあ大丈夫だよ。なんか、ラナキラの3人は多分カブラキのことね、好きだから大丈夫だよ。はい、なんとかなるでしょう。最近ね、海瀬よつはがさ、よつは先輩がさ、カブラキロコをさ、可愛がるみたいなさ、発言をした切り抜きをね、見たんですけれど、その中でさ、そう、めちゃくちゃ、カブラキロコはもう可愛がっていいって知ってるから可愛がるけど、みたいなことを言ってて、なんか、ねえ、ってなってたよね。うん。嬉しいね、嬉しいね、なんか嬉しすぎて口がずっと開いてるね今日ね。なんで寝起きだからちょっと表情筋あれか、うん、まあまあまあ